どうもタブヤンです。今回はゲームボーイのアレウェイやっていきたいと思います。お、結構早く動くね。これブロック崩しゲームですね。任天堂さんのゲームボーイソフトアレイウェイ、これはもう実力が問われる面ですね。このシンプルな、結構ねスピードが速いから動く、緊張する。確実に仕留めたいね。これ残機は4、残機数がマリオですね。さすが任天堂さん、1980年代ですからね。マリオ全盛時代、あ、全盛時代、いや違うな、マリオマリオ初期時代ですね。2017年、スーパーマリオオデッセイも流行ってますからね、ニンテンドースイッチのね。こんな時代にアレイウェイですよ。時代はアレイウェイです。いいんじゃない、今んとこパーフェクトですよ。あとね、少なくなってきた時にこう狙って取れるかっていうねとこだよね。さあ、音楽ないんだね、効果音だけ。あの緑、オッケー、いいね。狙ってはいないけどね流れでこう流れを崩さないように当てる、もしくは反対側に戻す。ほっ、さあいけるんじゃない。1面ステージ1、今3枚撮りしましたよ。2枚撮りですよ。あー惜しい、あらあれ、ほっ、角度、角度ね、どうしたら角度変えれる、微妙なとこに当てる、オッケー。え、もっと、あんま狙わない方がいいよ。嘘何これ永久に取れないんじゃない。どうすりゃいいんだ、こうか。よし、来た、惜しい惜しいなんだこれ、無限ループだこれは。角度変えたけど、やっとだ長かった。ステージ2、うわ、何これ、え、あ、左右にスクロールしてるんだ。逆にこっちの方がクリアしやすいんじゃない、そんな気がするんだけどな。いや、考えますね任天堂さん。ブロック崩しにね、新たな風を吹かせるよね。アレイウェイ初めてプレイしましたけどね。いや面白い、こっちの方がいいね、一面より。さあノーミスでいくぞ、ここも。いや、こっちの方が何かが起きそうな気がしていいよね。上に、よし、いいとこ乗せた、いいとこ乗せたよもう入れ食い状態、上に乗せたら最高だよねこれ。これ一面より早くいけるよまだボールのスピードについていけてるもんね。いける、初見プレイ、本気でいきますよ、本気でね。今までのこのブロック崩し人生の全てをかけてねそんなに大した人生じゃないけど、ブロック崩し人生全力を持って倒す。あと2つ、あと1つ、惜しい、同じ、あ、こら、ほとんど同じ角度で、同じ角度だけどスクロールしてるからいつかは当たるっていう感じでね。オッケー、いいよ。ステージ3、今度はどうなんの。あ、今度は普通なの。特に一面と変わらないよね。
なになになにまたなんかやってくれるよね、任天堂さん。早くしないとブロックが壁が近づいてくるっていうことか。うそ、時間制限ありっていうことか。急げ急げ急げ。ああ、一気やられたー、マジかー。急げ急げ、早く上に入れ込みたいよね、あの角から。上に入れ込みたい。ここ狙って狙って、おお、いいぞ、狙ってますよ端っこを狙って、どうだ、上行かないか。うん、この斜めの角度は時間がかかるから直接的にもっと、よし、上乗った、どうだ、連打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 、いいぞ。やばい、このパターンやばいよ、このパターンやばいよ。おっと、いやいやいや、降りるペースが速くなってきた、うん、やばいやばいやばい、急げ、よし、結構頑張ってる、いけてる。さあ、こっから、これもたもたしてるとやばいよ、もたもたしてると。あと2つ、あと1つ、あと1つ。どうなったの今、ボーナス、完全にマリオじゃないかこれマリオですね。ほっ、あー気持ちいい、貫通弾や、貫通弾気持ちいいねこんなアイテム出てきたら最高なのにね。角度を変えないと、あー角度を変えないと、時間制限でしょこれ。時間制限ないの、あ、残り50秒、やばーい。25秒、あ、この角度はいまいちか。いやー、パーフェクト取りたいねこれ。狙っては無理、狙っては無理か。あ、同じことしてる、残り1秒、あー残念、難しいわ。さあ、ステージ4、また3段階層になりましたね。これは同じとこばっか狙っていいね、同じとこばっか狙って穴を開けたところに入れ込みたい。よーし、狙い、今言った通りでしたよ、素晴らしいよ。惜しい、もう一回、穴開けたところをね攻め込みたい。オッケーオッケー、めちゃくちゃ狙い通りじゃん。お、最高だ、完璧なショットですね今のは。いいね、あ、ちっこくなったぞ、なんで楽しませるね小さくなりました、ちっちゃくなっちゃった。もうちょっといける、おお、いい角度いい角度、やったぜ、絶好調。ステージ4、ステージ5、今度は3段構えの動くやつ、これは無理でしょ、同じとこ狙うの相当難しいよ。穴開けないといけないね、さっきみたいにね、狙いは。おお、開けたぞ、開けちゃったよ、おい、あそこをどうやって狙うかって絶対狙いません。いやー、運、たまたまですよ今のは。別に狙ってるわけじゃ、狙ってるというか狙う願望はあるんだけどたまたまですからね、実力ではありません。でもこの開けたところを行きたいよね。まあ開けれなかった開けれなかったでね、1段目を全部崩すってことですから、前向きに行こう。お、いいとこに入ったんじゃない、あ、惜しいな。もう黄色と緑の間ね行ったら最高なのにな。4目、ステージ4、気持ちよかったね。あれもブラック崩しじゃないブロック崩しの醍醐味だよね、あれは。もう夢をもう一度って感じで。入らないか、無理か、緑が無傷なんだけどこれは時間かかりますよ、時間制限ないからね。
ボーナスステージと違って。そこはね、いきますよ。いつまでもプレイしてやるぜ。まだ1機しか死んでないからね。よし。もう1段目は倒した感じで。オッケー入った！緑！あー！ちっこくなったー！緑を触ればちっこくなるのかな、これ。そういうルールかな。それか、天井に当たったらちっこくなるとか。アルカノイドみたいにミサイル撃ちたいな。A ボタン連打で。十字ボタンしか触ってない。お、最後の黄色をやっつけたいね。この移動する面の方が好きだな。どうせ私狙って撃ってないからね。運で勝負ですからね。移動してる方が、崩しやすい気がする。確実に当ててね。惜しい！オッケー、あと1個追いかける。オッケー、まだまだ好調を維持。ステージ6、これはもう皆さん予想できるよね。123456って来たら、これもう下がってくるんでしょ。ブロックが、これほら、1点突破のテクニック身につけた。動かないというね。ほら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 、これはもう運じゃなくて狙ってやってたよね、今。動いてないし。一点突破。で、緑を超えると小さくなるんでしょ？あ、ちっこくなった。やっぱり。ほーら、調子いい、これ。最高じゃん。いけるよ、これ。あー、ちょうど取れない場所。おっと。おー、今よかったね。そしてあの緑、お、あと緑だけ。どうやって取る？惜しい、もう一回同じとこかん。あれ、え、どういうこと？まだ増えたの？ブロックが増えたの？あー、しまったー。集中力。あ、でも大きくなりましたから。どういうことこれ。クリアしたと思ったのに。天井にぶつかると小さくなるのか。うわ、緊張する。うわうわうわ、嘘でしょ、これクリアできないかも。スーパーマリオでいう無限増殖じゃないのかこれ。これは無理だな、スピードが追いつかないじゃん。ボールのスピード上げてほしいな。あーあー、ダメだ。これ一生終わらないわ。うん、そう。じゃあこれ斜めにするよりも直線的に打った方がいいね。ああ、そうそう。角度をちょっと。もう90度に近くして、縦に打つ。縦に打たないとスピードが間に合わないわ。よかった、無限増殖じゃない。3段までだった。じゃあ、これならなんとかなるわ。え？黄色のブロック増えたの？あれ。嘘でしょ？あれは何？黄色ちょっと削ってみたいな。どういうこと？また増えたの？うわ、また増えてる。なんだこの難易度のいきなりの上がりようは。ステージ6、嘘でしょ。あー、いいとこ入った。めちゃめちゃいいとこ入ったね。あー、可能性出てきた。クリアの、急げ、早く降りてこい。早く。よし、今チャンスだ。あと2個。あー、緑増えた。なんだよおい。あ、スピード上がった。でもボールの緑も上に、あ、スクロールが速くなってる。大忙しいじゃないかこれ。急げ、黄色まだ倒して終わらせてないんだけど。この上を突破したい。上を、どうだ。お、
よし、突破した。もっともっと早く跳ねろ、早く跳ねろ、もっと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 、連打連打連打、間が空いてしまってるから遅いねあ、もう終わりかな、打ち止めかな、打ち止めだけど下がってくるから時間制限ありだよね、それまで。よし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 、黄色取ったぞ。あー、やられた。最後とどめか、とどめだね。よしよし、あ、ちっこくなっちゃった。緑はこれがあるんだ。あー、緊張する。いけ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 、もうスクロールはないでしょう。ステージ6ちょっと楽しませすぎでしょう。あ、惜しい。あ、この角度変えないと永久に取れないパターン。取らないの。よし、あと3つ、あと2つ、もう勝手に終わらせちゃえ。うわ、ダメか、これ縦にポッてやろうかな。よし、狙い通り、あと1個、あと1個、どうだ。あー、いいんじゃない、いいんじゃない。よーしスコアがめっちゃ低い。あ、え、ボーナス前のこのこですか。ガッツリいっちゃってのこのこ、目玉も映っちゃって、角度変えよう、角度変えよう。お、いいんじゃない、いいんじゃない。おー、綺麗に撮った。どう、これいいんじゃない。43秒、どうする。あ、ちょっと良くないか、角度変えようか。うーん、難しい。あー、無駄、無駄な、無駄な球。あー、いいとこ行った。もう一回、もう一周。あー、いいとこ行った。あー、死んだ残り5秒で3つ。わー、楽しい。何これ、ステージ7、まだまだ楽しませてくれるネタあるね。これでなんかゲーム音楽とかあったらね、名作になるんじゃないね。ステージ構成はいいよね。あと、あのスピード感ね、スピードをなんかのゲームであったけどね、あ、パックマンだったかな、あのこのスピード、アレイウェイのスピードを2倍にすればいいんじゃなかったないかな最初のスピードをね。これはいいよね、アレイウェイ。リメイクとか出てないのかな、ブロック崩しの。任天堂といえばブロック崩しだと思うんだけどな。あのファミコン出る前にね、ブロック崩し、オレンジのね本体、おっと取ったぞ、本体があったんですよね、ブロック崩しね。持ってたな、ブロック崩し本体。持ってたって偉そうにね、親に買ってもらったんですけどね。よっと、おー、いいね。なんか上手くなってないしかも動かなくてもいいとかね、こういいね。う、微妙に角度をね調節できるようになってきたね。当てる、これ難しいな、難しい、これどうしたらいいんだ、これ難しい。いやー、これよし、変えたぞ、形を変えた、変えたけど一緒か。どうだ、無理やりちょっと角度を変えて、あ、これチャンスか、これ。あー、どうだ、あと1個、こっからが時間かかるんだよね。あ、ラッキー、ステージ7クリア。あ、動くやつね、 OK。 この面のパターンか。これでもなんか大変そうで意外にいけたね。喋ってる間に終わったもんね、ステージ7マリオ、でもなんかマリオだけど、これゲームボーイなんですよね、ゲームボーイなんで本当は白黒なんですけど黄色と緑色ついてるよね。ゲームボーイ自体はね、あのゲームキューブの本体でプレイしてますんでね、色がつくんだろうな。それもね21世紀に入ってから気づいたよね
2000年代。これでもね、マリオなんだろうけど、色味的にはルイージに見えるよね。ルイージじゃないのか。あっち濃くなった。入り食い状態いいね。いいね、いいね。オートマティックで。絶対この動くステージの方が楽しいし、簡単だね。逆に。動かない方が難しい。おー、もうクリア？早い！惜しい！さあ、狙ってはないけど、いけるんじゃないこれ。あー、オッケー！やっぱりステージ8簡単。ステージ9。上から襲ってくるパターンね。もうここまで見てくださった皆さんはブロック崩しマニアですね。ブロック崩し、おっと、あ、ブロック増えるパターンか。こりゃ時間かかりそうだね。ステージ7でもね、大変なのに。でもこういう斜めに配置されてる方が一気にブロック取れるもんね。この気持ち、爽快感がねあるよね。もうこれずっとやってられるんじゃない？簡単には私やられませんよっていうことをあんまり言わない方がいい。あと残機かける2だから、これ0もあるから3機かな。これ合わせてまだまだいけますよ。ステージ何ステージまであるんだろうね。この全何ステージなのかわからないんですけど、下調べしてないんだけど、どうなんだろうか。自分の目で確かめようぜ。いいね。ゲームボーイだからね、持ち運んでこれプレイしてやったんだろうけどな。でも電車の中とかでこれやったらもう画面酔いするでしょうね。移動中にね。ダメですよ、もう移動中に 3DS とかしたらね、歩きながら、歩きスマホ、歩き 3DS は良くないですよ。あの事故のもとですからね。よい子のみんなはやめましょうね。よい子のおじさんもやめましょうね。ファミコン世代がね、規範をしっかりこうね、世の中のルールを若者たちに教えないとね、ファミコン世代が。さあ、どんどん増えていってる。あの緑を取りたいな、この一個残ってんの気になるね。緑、あれ残っちゃ、あれ倒さないと、あ、消えちゃった。あ、でも死ぬことはないんだ。一気やられるわけじゃないんだね、消えても。いや、それが良かったね。それだったら別に全部やられてもいいんじゃないの。全部素通りしても、見落としても、クリアできるんだったら別に、見逃したらいいんじゃないの。ねえ、よくわからんルールだね。オッケー、入れ食い入れ食い。あの、入れ食い状態の時のなんか、名前を決めたいね、これ。なんか、気持ちいいよね。入れ食いしか思いつかないわ。言葉が、ボキャブラリーが少ないね。オッケー、いいぞ。あ、スクロール止まった。なんかもう簡単になってない、ステージ。ステージ6だったっけ、あれが一番大変だったね。左の1個を取りたいな。あー、同じ角度を変えないと。微妙に変わってない。よし、角度、うお、狙い通り。たまにはこういうこともある。おい、うまい、うまい。これ長、このままか。あ、違うか。どうしたらいい。当たらん、当たらない。あら、まあ、横に当たって、ラスト1機。これ、え、うわー、一番最初の時今いけたんじゃない。ああ、よかった。うわー、残機が減ってきたね。
ボーナスステージイカイカちゃんか。画面コピー取っといたよねスクリーンショット取ってきました、イカちゃん。さあ、ボーナスステージクリアしたことないよね。無理だな。あー、同じとこばっかりやってる。勝負に出た。横向き。あら、まあ同じとこだ。角度変えないといけないね、これ。あー、同じ。ダメだ。こんな無駄打ちしてたらダメだ。ダメですね。時間切れ。全然角度変わらないや。難しいな、ブロック崩し。これが本当の私の実力なんだろうね。あ、3部屋に分かれてるんだ。左、真ん中、右。真ん中の部屋だけは嫌だね。住みたくないね。そういう問題か。もう真ん中の部屋嫌なんですよね。昔会社の寮に住んでてね。真ん中の部屋嫌だったんですよね。で、会社の寮、まあね、家賃が0円なんで、もう障子一つを、のようなベニヤ板でね、部屋が仕切られててね、もう先輩の電話してる、ね、会話とかも全部聞こえるんだよね。しかも真ん中の部屋っていうのが嫌なんだよね。左と右から聞こえるから。もう静かに暮らしてましたね。先輩が彼女とラブラブの会話とかね。なんだよ、プライベートも何もないもんね。さあ、真ん中が嫌だから真ん中のが空いてる。左と右ばっかり取って、真ん中の部屋がおろそかになってるよ、これ。真ん中。まず左と右だろ。動いてないけど、ほとんど。おい！真ん中最後どうする？とりあえず右の1個取りたいな。あー惜しい！あー惜しい！よし！ノルマ達成！マリオ1機増えてる！ルイージかもしれないけど。どうだ？どうだ？入ったか？オッケー！いいとこ行った！あー！もう一回同じとこ。あー、真ん中難しい。よし、来た。あー、すぐ出てきちゃう。よし、いいぞ。真ん中すごいとこ角度当てたでしょ。これどうだ。あら、まあついてない。うわー、狙っても無理か。お、真ん中お願いします。真ん中の部屋、私の寮の部屋の壁は薄かったけど、この壁は厚いね。プライベートあるみたいだね。いやー、難しい。惜しい。なんだこれ。あ、来た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 。ステージ10クリア。嘘。真ん中の厚い壁も移動してるじゃん。面白い。いけるかこれ。イカちゃんの次のボーナスステージのキャラ、皆さん何でしょうね。マリオで、ノコノコで、イカちゃんでしょ。あ、もうわかったな。皆さん、何を予想しますか。もう絶対言ってもいいですか。絶対プクプクだよね。プクプクじゃない、スーパーマリオだから。見たいね、ボーナスステージのキャラ見て終わりたい。プクプクの次はまあもうその面までいけないと思うんでね。もうあとはなんだろう、ハンマーブロスとか。で、その次ぐらいがもうラスボスでクッパとか。あ、でもな、多分クッパ出てこないでしょうね、このゲームは。そんな悪いやつは。出てこないんじゃないかな。
となるとですよ、ピーチ姫かな。ピーチ姫でも出さないか、ピーチ姫は。そう簡単に、そんな安い女じゃないわよっていうね。うわー、今のよかったね。でも次のボーナスは絶対プクプクでしょう。プクプク以外に考えられないでしょう。ねえ、初代スーパーマリオのキャラで言ったら、他になんかいた？まさかノコノコ出した後パタパタっていうことはないしね。見たい見たい、ボーナスステージ見たい。あと3つ、あと2つ、いけ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 。ボール速くなってきたけど、これぐらいのスピードの方が、あと1つ、これぐらいのスピードの方がね、やりやすい。オッケー、やりました。ボーナス面、あ、そうか、まだこれがあったか。移動するタイプのやつ、この面クリアすればボーナス面か。あ、クリアしたい。残機増えた今。3000点、3000点って言っても皆さんめちゃくちゃ少ないね。スターフォースとかだったらもう1分で取れる点数だよね、3000点。だけど、このゲームの3000点は価値あるよ。途方もないよ。だって、1ブロックいってんだもん。だから3000ブロック壊したってことでしょ？初見プレイで。皆さんできますか？初見プレイで。ん？あれですよ。実況、動画を見た後に初見プレイとかダメですからね。それよく言いましたよね。ゲームはね、見るだけでもプレイしたことになるんですよ。自分で操作するのももちろんですけど、一度見るとね、プレイしたほどではないけど、プレイ経験になるからね。初見プレイというのは初めて見るっていう字書きますからね。おっと、偉そうなことごちゃごちゃ言ってるからやられました。あー、嘘。真ん中の部屋がいけてんだけど、上からまたブロック出てきたし、やばいなこれ。嘘でしょ今の。取れよ今のは。あ、やられたー。ノコノコが見れないぞこのままでは。嘘でしょ。大口叩いてノコノコじゃない、あ、ノコノコじゃない、プクプクだ。プクプクだと思うんだけど、見たいよ。うわー、スピード速くなってきた。これはもう緊張感が半端ねえ。ステージ12、危ない。今、お、またで、また今の取ってくれ。おお、おお、緊張する。おお、取ったぞ。あとは黄色いやつ、黄色と、危ない。絶対クリアしたいんだ。プクプク、プクプクを見たいんだ。プクプク、よっしゃー、意地のプクプク、プクプクを見たい一心で、これ。おっと、危ないです、振られた。早くなってきたよボール。おっとおっと、緊張緊張緊張、いいとこ入った。左か右か、おっと、危ない。うぅ、ふい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 、ちっこくなった。これは半端、あ、なんかバグってる、バグってる、バグってる、あ、バグってるんじゃなくて消えたのか。もう無言になるかも。皆さんごめんね、無言になるよ。うわー、やられたー。これがタイトル画面のアレイウェイ、1989年任天堂さんのブロック崩しゲームでした。うわ、こんなステージもあるんだ、デモ画面。
でも私にしてはね、下手くそな私にしてはよく頑張った方じゃないでしょうか。3505点ね。イカちゃんの次が何か見たかったけどね。まあ、今2017年現在イカちゃんといえばもうスプラトゥーンですけどね。ということで任天堂さんの歴史を見ることもできるブロック崩しゲームでした。それでは次のレトロパズルゲームでまたお会いしましょう。さよなら。